機関車は全員集合。みんなに紹介するぞ。こちらはルークだ。鉱山鉄道の幅の狭い線路、ナローゲージを走る小型機関車だ。ソドー島に来た時、ある失敗をしてブルーマウンテンに隠れていた。でもトーマスのおかげでその時の真相が分かり、自由に動けるようになったんだ。今はブルーマウンテンの採石場でミスター・パーシバルが管理する鉱山鉄道の仲間と働いている。採石場の仕事がどんなに大変でも、ルークはいつも親切で礼儀正しいぞ。つまりルークはとても役に立つ機関車だ。